愛媛新聞住宅公園パルニーサンサンキッズがやってくる。みんなこんなにまるもサンサンとくもりんです。今日はこれルールで恐竜探し。ノイズに隠された恐竜をお水の中から助けなさい。でもちょっとお水が怖いかも。レッツプレイパチパチャン。恐竜さんと水遊び。洗面器にお水を入れて恐竜さんの水浴びたい。キャッキャッキャー。どうぞ。そんなに水浴びさせたいならこうしてやる。ああ、返してよ。恐竜たちはこのプールに隠したぜ。なんじゃこりゃ。なんかジャングルみたいだよ。恐竜を返してほしかったらぜいぜい探して捕まえるんだな。望むところない。まずは周りを見渡して。どこかな、どこかな。お、あそこにいるのはアンキロサウルス。みっけっけー。どんどん捕まえちゃうもんね。あとは、あ、いたいた。これはスピノサウルス。みっけっけー。あっちの方も探してみようよ。あ、噴水だ。恐竜さんはいるのかな。なんかいる。でもこの中に入らなきゃ捕まえられないよ。ちょっと怖い。僕も怖いや。もう一回あっちのジャングルを探しに行こうよ。そうしよう。次は上の方に登ってみよう。お水のカーテンをくぐって、いやー冷たい。どんどん進んでこう。下からお水がぴょんぴょん出てきてる。あ、恐竜発見。どこどこ。じゃじゃーん、パラダウロロフス。あとは、あ、なんかハンドルがある。これを回すと、おお、お水がバッシャー。いろんな仕掛けがあるジャングルですな。お水のカーテンをくぐって、どこを通ってもお水がかかるね。バシャバシャ気持ちいい。ジャブジャブジャブ。恐竜さんはもっと上の方にも登って、どこかな、どこかな。よーく探して、あ、いたいた。ペリシノサウルス見っけっけ。結構上まで登ってきたね。高くて大きいジャングルだね。見て、お水だらけのいい眺め。夏の暑さも吹っ飛ぶね。こっちには、わぁ、なにこれ。大きなスライダーだ。怖そう。でも、もしかしたらスライダーの下に恐竜さんがいるのかも。だったらまずは小さいスライダーに挑戦だ。で、あれはガストニア。こんなところにいたんだね。さあ、いよいよスライダーに挑戦。よーし、クモリン行きます。頑張れクモリン。ひゃーひゃーはぁー、あっという間だった。あ、なんかいる。これはメロキラプトルだ。スライダーに挑戦してよかった。残りの恐竜さんはどこだろう。ジャングルの下も探して。こっちも冷たくて気持ちいい。きっと恐竜さんも水遊びしてるんだろうね。あ、恐竜発見。だんだん、なんか嫌な予感が。ダイナクエスト。君は罠だらけの遺跡の中でお宝を見つけることができるか。そう、大冒険だ。わかったけど気持ちいい。僕が見つけたのはこれ。カルボサウルスだ。今だったら流れるプールにいた恐竜さんも捕まえられるかも。よし、早速チャレンジだ。体をつけてお水をかき分けて進もう。よいしょよいしょ、いい感じ。あの恐竜は
ティラノサウルスだ。やっと捕まえられたね。他の恐竜もいるのかな。おーい恐竜さん、どこにいるの。ジャブジャブ泳いで。すすいのすーい、お魚気分で泳いじゃえ。あ、これはプテラノドンだ。やった、ミッケッケー。勇気を出した甲斐がありますな。見て、いっぱい捕まえたよ。なに、こんなに捕まえやがっただと。残りはあと1匹だけ。はい、最後の1匹は長いスライダーを滑らないと見つけられないぜ。長いスライダー、カッカッカッ、怖くて滑れないだろう。怖いけど今の僕なら大丈夫。サンサン、サンサン、いきまーす。ギャー、滑りやがった。うひょーい、くるくる滑って大迫力だーい。いいないいな、僕も滑りたい。うひゃー、気分は最高。もっかい滑ろうっと。お、これは恐竜発見だ。これはニガノトサウルスだ。最後の一匹見っけっけ。なに、スライダーを滑れただと。最初は怖かったけど、いつの間にかスライダーもお水も大好きになっちゃった。恐竜も全部捕まえられたし、もっと水遊びしようよ。ぐぬぬぬぬ、ガガガガーン。みんなもよみうりランドのワイワイジャングルで遊んでみてね。遊び終わった恐竜さんたちはタオルで優しく拭いて乾かしてね。みんなー、コマテレブー、ササとクーマリンです。今日は水風船いっぱいのプールで金魚すくいならぬ恐竜すくい、どっちがいっぱい発掘できるかバトルだ。レッツプレイ。肉食最強ティラノサウルス、海の王者モササウルス、いざ勝負。よー、おぬしやりますな。なんだかバトルしてたら体が熱くなってきちゃった。そうだね。そしたら勝負の続きはこの冷たいプールでやるのはどうかしら。うわー、水風船もいっぱい。この中に恐竜たちをチャッポーン、この動物たちもいろんなものもチャッポーン。何するの。今からサンサンたちにはプールで恐竜すくい対決をしてもらうわ。恐竜すくい。制限時間は10分。2人で一緒に対決して恐竜をたくさんゲットできた方が勝ちよ。いいね、面白そう。中には恐竜以外にもいろんなものが入ってるから邪魔されないように気をつけるのよ。はーい。勝った方に好きなおやつのプレゼントよ。やったー、僕は冷たーいアイス。僕はバナナ大量もりもりでー。こうしちゃいられない。早速バトル開始だ。みんなもグッドボタンで僕を応援だ。それじゃあ早速恐竜すくい始め。恐竜いっぱい集めるぞ。わー、水風船の壁が。よし、恐竜ゲット。で、なんじゃこりゃ。こっちも恐竜で、雲に邪魔された。恐竜すくいは甘くないわよ。そしたらこれはどうだ、クモリンスクリュー。ちょっとクモリン、豪快にゲット。奥からぐっとすくう作戦。ライオンとこれはプテラノドンだ。先に恐竜をゲットしたのはサンサンね。悔しい、僕だって。あ、よく見たら僕の大好きなモササウルスが。それはモササウルスじゃなくてシャチだわ。わりーん、騙されたー。クーモリーン、モササウルスはこっちだよ。ということで、またまたゲット。こうしちゃいられない、ショベルカー大作戦だ。
れで取れるわけ。やったー、ティラノサウルス。クモリンもやっと恐竜ゲットね。僕も負けられない。でも恐竜どこ、全然救えない。ガガ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 、ちょっとクモリン邪魔しないで。ガガ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 、クモリンヒートアップ。もうそれやりたいだけでしょ。楽しい。うん、なんか今恐竜が見えたような。今度はまたまたクモリンスクリュー。よし、見えた、ここだ。ステゴサウルスゲット。やっほー、どんどん取れてるわね。残り時間はあと少しよ。なんだって、急ぎ急ぎ。もうめちゃくちゃじゃん。恐竜以外も救ってるわね。うん、またまた見えたぞ、ここだ。やったー、恐竜ゲット。バキケファロサウルスとパラサウロロフス。あー、僕も恐竜欲しい。クモリンのおかげで水の中が見えてきた。どんどん大発掘、大量大量。そいや、終了。さあ、どっちが恐竜を多く取れたか数えましょう。僕の方が多いんじゃない。クモリは何でも取りすぎ。数えるのは恐竜だけよ。はい。それじゃあ私の掛け声に合わせて恐竜を1体ずつ出してちょうだい。うん。1、2、3、4、5。それ恐竜じゃなくてサメだわ。そんな、どこかにまだ隠れてるはず。よし、このまま僕が記録を伸ばすよ。6、7、8。これは勝負ありね。クモリンが4体ゲット、サンサンが8体ゲットで、プールで恐竜救い対決はサンサンの勝利。やったー、うーん、悔しい。サンサンには食べたがってたアイスをプレゼントよ。うーん、熱い勝負の後のアイスは美味しい。ねねね、今度はプールで魚釣りならぬ恐竜釣りで勝負だ。そうだ、頑張れ。
窓を切り抜いたらいいんじゃない。前見えた。次は檻だね。四角い箱を作って穴を開けるよ。え、これじゃ逃げ出しちゃうよ。もう見てて。竹串を刺してって、刺せないところはテープでくっつけちゃう。おーい、すごい檻になった。他のところもつけたら檻だ。あれ、僕のぬいぐるみ出れない。あ、出入り口つけ忘れちゃった。切って、こことここに穴を開けて、毛糸を通して結んで、角に引っ掛ける。閉じた。うわー、開け閉めできる檻になったね。私も作っちゃおう。運転席とガッチャンコして、離れないよう大きい段ボールをくっつけるよ。ぺったんぺったん、上手になった。次は丸く切った段ボールでタイヤ。檻が開くように後ろは少し折ってつけるよ。そして飾り付けしたら、うわー、かっこいい輸送車の完成だ。えっへん。で、曇りね。せっかくだからかっちょよくしようと思って。ダイヤがつけてるし。確かにかっこいいかも。完成。よし、早速回収しに行こう。ブブーン、トリケラトプスちゃんたち、お待たせ。パカッとな。捕獲。よし、いいね。他も探しに行こう。ブブーン、どこかな。ここにはいないんじゃない。うん、そうかな。こことかどう。あ、いた、アンキロサウルス。さすがプリル。えっへん、捕獲。次はどこかな。ここら辺を開けてってみよう。ないな。探して。あ、いた、パラサウロロフス捕獲。順調だね。もうみんな見つけられた。あれ、ティラノサウルスちゃんいないんじゃない。え、本当だ。でももうたくさん探したよね。見逃したかな。僕もう疲れたよ。あれは何だろう。バナナ。高いところに。よく見つけたね、クモリン。クモリン天才でーす。輸送車じゃ届かないよ。どうしよう。僕に任せて。せいやー、全然届いてないし。僕は諦めないぞ。ピコッとひらめいた。本日2回目、伸び縮みするはしごを作ろう。はしご車にあるやつみたいな。そう、長く切った段ボールを細長い紙でこんな風にぺっちゃん。こことここもつけて、じゃじゃーん、伸びるようになった。あとはテープでぺったんだね。でもこれじゃただの長い棒だよ。そうだな。あ、こういう箱をつけよう。なるほど、これなら恐竜を乗せられるね。ぺったん。よし、完成。助けに行こう。ウッフー、はしごを伸ばして、あとちょっと。よし、確保。これでみんな見つけられたんじゃない。よし、みんな連れて帰ろう。それじゃあみんな話してあげよう。トリケラトプス、アナサウロロフス、アンキロサウルス、赤ちゃんたち、それにティラノサウルス。全部見つけたのかよ。お、ノイズ。えっへん、どんな問題。ノイズのおかげで恐竜探索楽しかったよ。むむむむむむむ、次はもっと難しいところに隠してやるからな。あばよ。お、行っちゃった。よし、次はバナナを100万本探索しに行くよ。そうだ、そんなバナナ。今日はこれ、スマッシャーズディノアイスエイジミニサプライズ。
発掘隊。この恐竜の卵の秘密を解き明かすぞ。ラジャン、どれどれ。氷の卵だ。隊長、ヒビがあります。よし、割ってみよう。ふぬぬぬ、わあ、恐竜。おや、このマーク、まだ何かあるぞ。クモリン、ハサミ。はい、どんな秘密が眠ってるんだ。謎を解き明かそう。みんなもグッドボタンで応援してね。キラキーゴマな、なななな、なんじゃこりゃ。また卵、謎の袋に謎の物体。ますます気になる。よし、まずこの卵から開けてみよう。割れ目いっぱいです。簡単に割れそうだ。ドキドキ。えい、あー、これは謎の生き物。恐竜の仲間かな。かわいい。ここで発掘を見守ってくれたまえ。次はどれにしようかな。このブニブニ、怪しい。ブニブニの正体はなんだ。これは氷。ブリブリだ、スライムだ、ネバネバだ。遊んでる場合じゃ。何かある。何、これは化石。隊長、まだあります。氷スライムの中にこんな化石が眠ってるとは。でもこれじゃ何の化石かわかりません。本格的に調査が必要みたいだ。よっ、この道具たちの出番だ。スライムを布で拭いて、細かいところは綿棒で。おお、これは恐竜の手足と尻尾です。これは大発見だ。ということはここにまだ化石が眠ってるかもしれない。どんどん発掘しましょう。次は、お、これモニュモニュしてる。モニュ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 の正体は。なんじゃこりゃ。デロデロだった。デロデロの氷スライムはひんやり気持ちいい。化石も発見。しっかり拭き取ってと。これは体の化石。大物ゲット。恐竜見えてきたよ。ラスト。お、これはカチカチの。カチカチの正体は。頭だ。目が合っちゃったよ。ぬぬぬぬぬ、本当にカチカチだ。こうなったら拳でパワー。さすがです、隊長。あとは綺麗にして。これはもしかしてあの恐竜かもしれない。よし、組み立ててみよう。尻尾をガッチャン。みんな、このパーツはどこにつければいい。みんな、ありがとう。見えてきたぞ。はい、あとは頭をつければ。見えました。肉食恐竜最強、ティラノサウルス。青い体、これは世紀の大発見だ。ねえ、クモリン、これたまらない。ちょっと、何勝手に遊んでるのさ。これ、組み立てたら何回も遊べるんです。もう、クモリンから。せっかく他の恐竜も発掘しようと思ったのに。いろんな卵がある。まだまだ僕たちの発掘は終わらない。みんな、コマテレブ。サンさんとクモリネース。ギャー、スピノサウルスが大暴れ。ギャー、ティラノサウルスまで。どうして暴れるの。レッツプレイ。恐竜のピンチに駆けつける私たち恐竜レスキュー隊。新人恐竜レスキュー隊のサンさんです。同じく新人のクモリンです。よろしくお願いします。私は先輩レスキュー隊のつくもよ。さあ、早速パトロールに出かけるわ。ついてきなさい。はい。私たち恐竜レスキュー隊の仕事は。バナナをいっぱい食べます。違います。恐竜ちゃんたちの健康管理ですよね。さすがね。この先に獰猛なティラノサウルスとスピノサウルスがいるわ。慎重に様子を見てあげましょう。なんだかやけに静かね。僕がささっと見てあげる。お願いね。いやー、クモリン危ない。近
よ。なんか苦しそう。検査しましょう。そうね、骨に異常はないわね。体も大丈夫そうです。バナナ食べてくれません。バナナは食べないんじゃないかな。うん、お肉も食べてないね。口の中が痛いのかしら。これは…わかったわ。虫歯ね。虫歯。いやー、お口が穴だらけだ。ご飯を食べた後、歯を磨かなかったのね。歯磨きは大事だね。さあ、レスキュー開始よ。みんな、私たちがうまくレスキューできるよう、グッドボタンで応援して。まずはサンサン隊員。はい、歯の汚れをきれいにします。次はクモリン隊員。はい、バナナを食べています。今食べないの。虫歯を削りましょうね。はい、大きいドリルで。ぐぐぐぐ。穴を埋めて磨いたら、うん、きれいになったわ。僕たちも。よし、ピッカピカ。サンサン、大きい窓があるよ。窓？違うわ、それも虫歯よ。大きい。放置しちゃったんだね。これは麻酔が必要ね。麻酔を打ったら痛みは感じなくなるわ。ブチ閉じちゃった。怖いんだね。でもこれじゃ麻酔を打てない。バナナを食べて乗り越えるんだ。バナナじゃなんともならないわ。パッパー、これだ。ピコッとひらめいた。クモリン、コニョコニョ。恐竜ちゃん、見て、注射は怖くないよ。ビルビルパン。笑ってくれた。注射。もう痛くないでしょ。さすがね、二人とも。さあ、治療再開よ。削って、パン、綺麗。よかった、もう痛くないみたい。嬉しそうね。なになに、あれはティラノサウルスだ。大変。このままじゃみんな襲われてしまうわ。離れましょう。って、あら？ティラノサウルス？これはとっても体が弱ってるみたいね。なんかいっぱい詰まってる。しかも虫歯がいっぱい。顔色も悪いよ。治療してあげよう。食べ物がうまく食べれないから元気がないのかしら。まずは歯をきれいにするよ。きれいきれい。そしたらドリルで削って、ぐぐぐ、詰めて磨いたら、パン、いい感じ。治療も慣れてきたみたいね。もうご飯食べれぬ。食べないみたい。まだ何かあるみたいね。もしかしてよく噛めないのかな。大人の歯になった時うまく噛めなくて体調が悪くなっちゃう子もいるわ。もしかしたらティラノちゃんもそうなのかな。ちゃんと噛めるように今度は矯正よ。矯正って歯をきれいに並べる治療のことよ。まずは麻酔をしましょう。チクッとしますよ。次は歯を抜くのよ。歯を。そうよ、抜いた隙間に時間をかけて歯を動かしていってきれいにするのよ。でもこんなに大きな歯抜けないよ。みんなで力を合わせて抜きましょう。なんとこしょ。どっこいっしょ。その調子。器具をつけるわ。この器具がゆっくり時間をかけて歯並びを良くしてくれるわ。うわー、かっちょいい。これでもう大丈夫。お大事にね。いっぱいご飯食べるんだよ。さあ、治療も終わったし、一旦帰りましょう。お大事にしてね。協
今日も元気にパトロール。ベテランレスキュー隊が通るぞ。おお、戦ってる戦ってる。さすが獰猛な恐竜たちね。スピノサウルス、今日も歯がピッカピカ。あれ、ティラノサウルス、すごい、前と全然違うね。イケメン恐竜だ。歯並びが良くなってご飯をしっかり食べれるようになったのね。歯を磨くって大事なんだね。そうよ、ご飯の後は歯を磨く。歯が気になったら歯医者さんね。怖い時は僕を思い出して。そうだ、そんなバナー。